どうも、本田だよ。今日は GU でたくさんお買い物してきました。今回は新作とセール品を買ってきました。今月の26日から31日までウィンターセールの第2弾がやっていて、これこの前まで定価だったのにっていうものがすごい値下げをされていたりしたので、今の寒い時期から春先まで着れるようなアイテムを買ってきました。それでは早速紹介していきます。レッツゴー。まず1着目がこちら。じゃじゃん、かわいい。ピーナッツコラボのロンティーです。私は S サイズを購入しました。いやー、もうめっちゃかわいい。で買うの決めましたね。これはで、これお値段が1490円でした。はい、着てみるとこんな感じです。めっちゃ可愛い。やばい、これすごい可愛い。プリントはこんな感じで、あとね、腕のところがこうトレーナーみたいにすぼまってて、これも可愛いですね。で、丈がちょっとね短めになっています。身長149センチの S サイズでこんな感じです。でもハイウエストじゃないボトムも入ってるんですけど、で正面から見るとね、ここがウエストでこれくらいですね。短め丈になってます。短め丈になっています。すごい、何にでも合いそうですね。イエーイ。はい、続いては2着目、こちらです。あー、かわいい。ミント色のスウェットです。これ実はね、メンズなんです。かわいい。ここにね、ワンポイントがあります。これもね、ピーナッツコラボでお値段が1990円でした。あー、今回のピーナッツコラボはレディースでもスウェットがあったんですけど、フードがついててこのワンポイントっていうのに惹かれてメンズを購入しました。白と黒のモノトーンもありました。あー、めっちゃ可愛い。着てみよう。はい、着てきました。これめっちゃ可愛い。このトレーナーね、色合いですごく春っぽいなと思うと思うんですけど、実は裏起毛ですごくあったかいです。胸のワンポイントと手首がね、少し長めになってて、すぼまってる形がね、また可愛いです。はい、身長が149センチで着ると、こんな感じになります。お尻がね、隠れるくらいですね。今回、メンズの S サイズを購入したんですけど、正直言うと、私少しオーバーサイズ目で着たかったので、もうちょっと大きく M サイズか L サイズを購入すればよかったなと思ってます。試着しないで買ったので、やっぱこれはね、試着一度してみた方がいいかなって思います。このね、下のところがすぼまっているので、結構体にぴったりなサイズを買ってしまうと、ちょっと太って見えるので、一つ大きめのサイズを選んだ方がいいかなと思います。まあでも全然いいんですけどね。色が何よりいいね。はい、そして次はね、セール商品になります。よいしょ。はい、こちらのパーカーを購入しました。はい、これはレディースで、アクティブスウェットパーカー長袖の黒で、定価1990円のものが1490円に値下げされていました。500円オフですね。ちょっと着てみます。はい、着てみるとこんな感じです。おお、結構ね、これ硬い素材でできてます。こうスポーツ用品って感じ。 GU スポーツっていう同じジャンルで、新しくこれとそっくりなスウェットがね、出ていました。そっちは新作として出てたんですけど、何が違うんだろうと思って2つを見てたら、ここが違いましたね。この私が買ったセール商品のは、ここに金具がついてて、この紐もなんかナイロンでしっかりした素材です。なんかスポーツ系の衣服にね、使われてそうな紐で、新作で出てた同じく黒のスウェットは普通の柔らかい素材のパーカーの紐みたいな感じでした。帽子のね、ここに私のはね、こう線がね、2つ入ってるんですけど、新作のやつは確か線が1つだったはずです。でも正直私はどちらもそんなに変わらないなと思って、どっちも着てみたんですけど、結果これにしました。イエイ。ここがね、ウエストなんですけど、丈がね、これくらいです。割と短め、普通の丈ですね。なんか特に長めでもなく、ちょっとコンビニまで行こうみたいな時に着るパーカーが欲しくて、ちょっとここのね、襟がね、立ったりとか、固めの素材でね、かっこいいです。よーし、脱ぎます。はい、そして次がラストです。最後はこちら。じゃじゃーん、新作のスニーカーです。今回買ったのはスケルトンダットスニーカーっていうやつで、オフホワイトを選びました。で、このお値段が2990円でした。これはね、見た瞬間一目惚れしました。そもそもね、こういう明るい黄緑が好きなので、めっちゃ可愛いなって思ったんですけど、見た目はこんな感じです。後ろがね、こういうホログラムみたいな素材がついていて、中が黄緑になってます。
黄緑なのかなって思うと思うんですけど、ここがねスケルトンダトスニーカーのこのスケルトン部分で、手を入れると分かるんですけど、これスケルトンな感じで透けてます。ここ見てもらうと分かるかな、こんな感じで乳白色になってます。乳白色のね、あのビニール素材でできてて、ここがすごいかっこいい。いやーめっちゃ可愛い。そこはこんな感じの蛍光色になってます。こういうカジュアルなロンティーとかにね合わせたいですね。超可愛い。はい、ちょっとおまけみたいな感じなんですけど、こちらのリブソックスも購入しました。値段は290円です。今回のこのスニーカー、ここが透けてるので、この中にね白を入れたらね可愛いんじゃないかなと思って買ってみました。もう今ぐらいの寒い時期から来年の春とかも着れるアイテムなので、ぜひ気になったアイテムはお店で見てみてください。今回購入したアイテムを中心に着回しコーデもアップ予定なので、ぜひチャンネル登録と通知をオンにして待っていてください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。